はい、えー、いつもご視聴ありがとうございます。はいはいえー、最近ですねあの、一生懸命、一生懸命というか楽しんでね、あの見てる車田和久先生の動画でですね、えー、これが、まあ、あの私もいろいろ、いろいろ苦しかったりね、えーえーまあ、2024年になってからね、本当にもう楽しい人生に変わったんですけど、 ちょっと車で先生のね、動画を見る余裕がなかったんですね、その前はね。うん、で、そのもっと前は見てたんですけどね。あの、うん、で、今はね、ちょっとずつ、はい、楽しんでですね、一本ずつ。そしてあの、この102番ですね、今は見たんですね。はい。それで、えー、えー、なんだな。まあ、どうしようかな。 どうしようかな。はい。まあもう車田先生のおっしゃられる通りでございましてね。はい。はいえー、ただ、私はまあ音楽界のことをね、<laughs> まあこの私の、えー、今、このお話、まあ演奏をしながら喋ってるですので4、4千0 0 4 0何百かなりましてね。はい。はい、えー。それで、まあ4つ目のチャンネルなんかはね、あの、少し聞いて、 いただく場合もあるしです、ねえー、今3,800人ぐらいに <laughs> なったからね、<laughs> はいえー、バしバしね、いろんなことをね、私はもうね、えー、変化球って投げれないのでね、変化球ね、まあ、投げるときは投げますけどね、はい、もう直球勝負しかできないのでね、はい、もっとね、えー、そう、車田和久先生をね、よくここまでおっしゃってくださったなと思うわけ ですね、はい。はいえー、で、えー、私自身もですね、えーうん、そうですね、うん、やっぱりね、そう、ああ、そうだ、あのフォルテさんっていうのが、フォルテさんっているじゃないですか、筋肉のね、そうそうそう、あの人もなんか出てましたね、音題に行かない理由ってね、そう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 、うん、あの、行かなくていいと思いますね、はい。 <laughs> うん、行かなくていいと思いますね、はい、うんえー。うん。そしてね、うん、新しいクラシックをね、新しいクラシック音楽をね、ぜひね、やってほしいなと思いますね、新しいクラシック音楽ね。はいえー、つまりね、うんまあ、伝統っていうのがね、これも超次元ライブ見れば、まあねまあねあのー、見ていただける超次元ライブ1から全部ですね。 いろんな歴史のことがね、まあ本もね、あります。本は図書館で借りてね、あの、見てほしいんですけどね。うん。で、まあ歴史のことについてはですね、まあいろんなこと、方がね、もう言ってるので、あ、伝統についてっていう、うん、長次元ライブ、いくつかかな。え、ありましたね。うん。そう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 。うん、えー。で、もっともっと遡っていくと、 やっぱりですね、ムーとアトランティスと、ね、縄文土器ね、えー、前回も言いましたね、えー、縄文土器を,をね、えー、作れる人はいないっていうことですね。あとまあピラミッドもね、うん、今の建築技術では無理だっていうね、それはもう,もう誰でも知ってるっていうかね、うんまあ、そういうところまで遡ってってですね、うん、その、えー、まあこの車田先生のね、えー、動画でショパン、 ショパンとロスチャイルドって出てきたんですよ。ショパンとロスチャイルドね。ロスチャイルド。えー、ロスチャイルドをね、知らない方もね、あの、若い方ね、いらっしゃると思うのでですね。あの、それはね、まあ通貨発行権えー、通貨発行権通貨発行権ロスチャイルドね。いろいろね、いろいろ、まあ、グーグルにも載ってるし、これはね、えー、ツイッターとかで、えー、見てください。ツイッターが一番ね、あの、言論の自由がありますんでね。ツイッターがね、 そして、えー、常にあの反対の意見をですね、あの探してね、うんあの、物事は全てね、えー、表裏一体、両面あるということでございましてですね、はいまあ、両面どころかね、うん、もう、もう、い、え、ろ、ー、んな角度から見てね、いろんな、うん、人、うん、みんな考えが違うわけですね、一緒にはならないということでございますね。はいはい はい。まあ、当たり前のことですいません。はい。それで、はい。もう、この、だから歴史っていうものが全てね、音楽だけじゃなくて、どうやって作られてきたのかっていうことでね、えー、もう何百回何千回言ってかわからないですけども、えー、明治天皇すり替えとかね、うん。最近は、えー、ヤフーニュースにもな,なってね、あの、なんだ、えー、こう、 あ最近、もっと最近あれか、一万円札の人がなんか女たらしでどうたらこうたらっていっぱい出てくるんですね。一応、なんだっけ、大河ドラマのね、あの、なった人ですよ。なんだかね。うん。それ、ツイッターに載ってますんでね。はい。えそれとほら、武田鉄矢さんが好きな人、なんだっけ、武田鉄矢さんですね。海縁隊っていう、あの、金八先生が好きなね。あの人が、まあもう、とんでもない人だってね。それでなんか、教科書から削除されたとかね。 いろいろ載ってるわけですね。それはね、ちょっと私詳しく喋れないので、あの、いろいろ調べてください。あの、ツイッターでね、はい。はい。いっぱい載ってますから、いろいろね、うん。うん。あの、そんな一生懸命やんなくてもいいんですね。もう、ちょん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 見てればね、あの、いっぱい出てきますから、あの自動で <laughs>、はい。はい。この YouTube もそうですね。はい。はい。えー、そういうことでですね、えー、そういったことを前提にですね、えー、この、 チケットドルマっていうことをね遡っていくとこう、えー、まあ、究極は通貨発行権っていうことになっていくわけですねはいそれで私も、えー、何百回何千回行ったかは分かんないですけどお金をなくしたい、えー、だから南へアシュタールを、えー、支持してるんですねはいただ南へアシュタールさんもお金集詰めてますね今のところねはいそれも、えー、何百回も喋ってますはい ただ、お金をなくそうっていう、なく、なくてもいいんだよ。なくそうっていうかね、別になくなんなくてもいいんですけど、ね、あの、そういう根本まで考える、根本ですね。もっと根本もあるわけね。所有の概念っていうね、うん。そして、まあ、この音楽だけじゃなくてね、すべてはもうビジネス化してるわけですね。はい、それが、だから、 えー、遡ってくると通貨発行権っていうことになってですね、うん、それはですねあの、ご興味のある方はね、もう徹底的に、うん、あの興味あの調べてほしいんですけど、興味ない方はね、あのちょっと知ればいいと思いますよ、ね、ちょっとね、ちょっとね、大体、もうお金は紙なんだっていうことが分かればね、うん、あの印刷すればいくらでもある、ね、それだけでいいと思うんですよね。は,いうんうん、はじめ人間、ギャートルズとかね、うん、あのね、うん 何でもいいですよ。ブツブツ。ブツブツ交換もしなくていいっていね。南エアスタルレディオでは言ってるわけですね。うんうん、私なんかお金持ってたらね、もうじゃんじゃんあげたいもんね。<laughs> 持ってたらね。持ってないからあげらんないだけでね、うん。もう素晴らしいアーティストにはね、もう本当にあげたいしね。コンサートなんて毎日行きたいですよね。うん、だからお金っていうものをなくしたいんですね。うん えー、例えば、電気代いくらいくらですよってね。そういうのね、それうでうねあの、全部嘘ですからね。うん。うん、あのー、うん。何者かの都合ですからね。うんうん、だって、ね、もうこれ、何の、これも何百回言ってか分かんないですけどね、自転車こげばね、電気つくわけですよ。<laughs> う,んうん。だからそんな簡単なものなんですよ。電気つくんのってね。うん。だから、あ、今日もさっきね、なんだっけ。 フラットアースの人はね、あの、風力発電が非常によろしくないって出てましたけどね。うんうんまあ、風力発電じゃ,なくじゃなくて太陽光発電はもう大騒ぎになってますね。太陽光発電ね、あの、あのツイッターで検索してください。太陽光発電ね。アソ、アソザンとかね。えー、はい、えー。そういうことでね。いろんなことになってくるんですよ。うん、だから、あの、 車田先生がね、これだけね、動画を出してくださったことはね、すごい、うん、もう、あの、素晴らしいなと思うんですけれども、はい、えー、だから私は、ナルトさんもね、ざっくりわかるさんもね、あの、もうそういうことじゃないんだ、経済がどうのこうのっていう、ない、うん、そういうことじゃないんです。だからそれをね、 もーっと昔ね、見たのがね、最初の方ですね。私ね、この2019年からね、大体こういうの始まってね。えー、工事ズディープマックスさんって方がいらっしゃってね、うん、経済学っていうのは存在しませんよっていうね、うん、経済学っていうのはもう存在しませんよっていうね、そういう動画出て,出てたんですよ。出てる、今もあるかもしれない。うん。うん、ある、あるかもしれないね。うんあバックアップね。あるかも。私も撮ってあるんですけどね、ちょっとそれ、後で探してみますね。 もしかしたらもう消えちゃってるかもしれないですね。はい。えー、だからね、あの、日本はね、金持ちでお金なんかいくらでもあるんだって動画もね、いっぱい出てたんですよ。うん。当たり前なんですよ。紙だから。<laughs> からそういう、もう単純なことなんですよね。うん、うん。はい。ね。うん。だからそれ、お金をね、流通させすぎちゃってね、困る人がいるわけですね。 うん、お金に価値がなくなっちゃいますよね、うん。お金印刷しすぎると。はい。これも何百回も何何千回も言ってると思いますけどね、はい。はい。困る人がいるんですね。お金に価値がなくなるとね。うんえー、それは誰でしょうかっていうことでもう,もうちょこ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 ね、同じのを書いてるんですけど、もうなかなかね、分、うん、かってくんないですね。分 <laughs> かってくんないですね。はい。 えー、そういうことでね。うん。そして、この挨拶周りとかいろいろ出てくるんですけど、三角ピラミッドですね、えー。三角ピラミッド社会ですね。うん。権威とかね。うん。うん。まあ、権威ですね。うん。権威が欲しいわけですね。うん。はい。えー、その前ね、承認欲求っていうね。うん。承認欲求っていう、承認欲求のね、あの動画良かったですね。車田先生のね、本当にね。うん、最近のね。 はい、素晴らしいですよね、うんうん、誰でも承認欲求はねこれあるし、うん、あ,のあることが悪いことではないですしね、うん、これはもう非常に、えーま、難しいっていうかね、うんえー、承認欲求がなかったらいないのでね何もね <laughs> 生きてないですからね、うんうんうん、それとやっぱり幸せっていうのは愛を確かめたいっていうかね、うん えー、そういうことですよね。動物もね。猫,猫ちゃん、ワンちゃんもね。はい、うん。それが幸せっていうね。もういろんなことになっていくと思うんですけれども。はい。で、それを、うん、ね、高校生のうちからね、うん。そういう、こういうもんなんだよっていうね。うん。こういう音楽っていうのはこういうもんなんだよみたいなね。うん。だから、この動画本当にね、えー、素晴らしいですね。はい。 えー、そのぐらいね。で、あとはですね、これはこの、超こう、イメージのいい、好感度のね、高い、車田先生のおっしゃられてる動画ですので、はい。これがね、大前提で、はい。えー、これ、車田先生の動画ですからね。うん。うん。で、私は私でこう、うん。えー、もっと、もっと、うん。えー、これ、ままあ、あと、あとちょっとで、 あとちょっと言って終わるんですけれども、えー、もっと本音があるわけですよ。ね。はい。もっと本音があるわけですよ。ね。うん。それで、えー、このね、あの、撮影が終わりましたってコーヒー飲んでね、それが面白いんですけれども、はい。私生活の部分もあるわけですよね。うん。あるわけですよね。うん。うん。だから、あのー、うん。 あの、エンターテインメントっていうのはね、芸術とかね、芸能界っていうのはそういうもんじゃないですか、ね。うん。やっぱイメージ悪くなっちゃうとね、うん。あの、はい。うん。だから、車田先生はそういう、うん。ね、もうこれ YouTube しかや多分なさってないからね。あの、関係ない方ですよね、うん、うん。いろいろね。はい。で、こんだけ言ってんだから、そんなチケットね、えー、あの、えー、売る必要もないしね、もう本当に、うん。 日本でコンサートやられたらね、うん、もうたくさんいらっしゃると思いません。こんだけ不安がね、うん、いらっしゃるわけですね。これ日本語でしかやってないですよね。うん。うん。だドイツ語の方はあんのかなうん。わかんないね。はい。えー、そういうことですね。うん。はい。えー、もうちょっと切り込んでいきたいんですけども、えー、この中島みゆきさんね、これ、これそうそう、これ。 喋ろうと思っててね、忘れてたで、これ見てね、思い出したね。はい。はいえー、私はもうだから、芸能界で成功する方法は、まあ、宗教ですね、まずね。えー、それから天皇家、あとは武家。うん。この三つぐらいね、武家とかね。うん。まあ、上級国民ですね。はい。それで、この、ね、うん。中島みゆきさんってあ、これのね、これのね、あ、これしかね、この上の記事があったんですよ。 それね、ちょっとリツイートしてあってね、撮ってあると思うんですね。はい。あ、撮ってあるんでしょ次は探してね。これちょっとね、今ノートに書こうと思いますね。はい。うん。中島みゆきさんが売れた理由ですね。これ、岩崎弥太郎っていうね。えー、三井財閥。三井財閥ですからね。うん。だから、この子孫ですね。はい。はい。あとほら、よく出てくる。なんだな,なんだなあれだってそうじゃないですか。なんだか。 もう動画ね、あの、よく、もうしょっちゅう出てくる。ほら、ほら。うん。あの、み、三菱のあの人。<laughs> 三菱の。<laughs> うん。うん。はい。えー、戦争にね。うん。戦争に、うん。あなた方が戦争に行きな、行きなさいみたいな動画の女の人ですよ。ね。ああ、調べてください。ちょっと名前が出て、て出てこない。はい。はい。ねここね、こうやってね、はい。 これが本当ですね。だからこう、大体もう、うん。だからもう、ふ、ふ、中島みゆきさんをどうにかできる人いないんですよ。三井財閥ですからね。うん。うん。もちろん曲はいいですよ。曲はいいと思いますよ。私も大好き。ね。えー、空と君の間にとね。旅人の、ん歌だっけ、ね。えー この2曲はいいと思ってね。あとは、そんな糸っていう曲がね、みんな好きだけど、私は全然好きじゃない。<laughs> 好きじゃない。<laughs> うん、何がいいのかわかんない、うんあの。そういうの結構あるんですよ。うん、なんでこれいいのかなってね。えー、そういうのね、いっぱいあるんですよ。歌謡曲でヒットした中でね、うんあの。単に面白いとかね、メロディーが覚えやすいっていうのは、それはいいと思いますよ。うん、あこのめ面白いメロディーっていうね。うんうん <laughs> これ面白いからヒットするんだってね。やっぱりね、そこまでね、何もかも大衆をね、宣伝だけでコントロールっていうのはできないので、うん、できないですね。うん。やっぱりこの間、あ、そうそう、昨日か。ドイツでね、えー、の人気30曲っていう動画を車田先生の見たんですよ。ね、これ日本人と違うしね。これもですね、うん、やっぱりね、まあ、ある程度はね、うん。 操作できると思いますしね。うん。もうそればっかり聞かせればね。うん。あの、基本、基本はですね。うん。で、そればっかり聞かせたところで、やっぱりね、良くないものは良くないからね。うん。良 <laughs> くないのは良くないですよね,ね。はい。うん。だから、うん。あの、それも人によるしですね。あれなんですけどね。うん。 はいそんなところでねうんあのあとコロナサンドサインねコロナサインコロナサインねうん、えー、だから途中で三浦春馬さんとかねうんそういう方はあのー、あのまあある程度の方なんでしょうけれどもうん、うん、ねあのー まあ中島みゆきさんだってわかんないですよね。うん。うん。んうん。わかんないですよ。うん。ただ、うん。あとね、そうやっても芸能界で長くね、うん。あのー、うん。売れる人ね。うん。タモリさんは片方の目だしね、最初ね。片方の目ですね。うん。片方の目、片目。うん。片方の目ね。あの、うん。はい。 オウム真理教のね、朝原さんね。うん。オウム真理教の原さんね。うん。片方の目ですね。はい。でね、一つ目っていうね、あの、うん、載ってますからね、はい。はい。はい。えー、あとね、うん。そうそうそう。うん。それを最初に聞いたのはね。うん。まあ、ある動画ですけどね。うん、えー、そういうことでね。コルナサイン、アンドサインね。33911、66612346520。はい。 46520っていうことで、えー、日光機っていうのがね、出てきます。はい。うんはいえー、その他ね、まだまだいろいろあるんですけれども、うんはい、まあコロナサイン知らない人もね、まだまだいっぱいいますんでね。はい、あ、このね、縦の線が入る、入るようになっちゃったんですけどね。これでね、これ調べたんですけどね。パソコンの電気ね、ちょっと一回全部外してみたんですけど、まだ出ますね。うん 出なかっで、でも出なくなりましたね。一瞬ね。あの、結構ね。はい。だから。うん。でもまだまだ使えるからね。うん、別に。うん。えもう一台あるしね。はい。はい。パソコンはね。1万円で買えますからね。うん。1万円とか8000円とか5000円とかでね。うん。すごいいいの買えるのでね。もう見るだけですからね。うん。あのゲームやる人はダメですけどね。はい。 はい、そういうことでですね、えー、あとは何だろうね、芸能界で成功する理由はね、うん。うん、だから、あ、あとは、まあね、ロックヘアラー、ロスチャイルド系と関係ある方ね、うん。うんそう。もう、それが一番強いんじゃないですか、ロスチャイルド、ね。うん。だから、麻生太郎さんとかね。あ、で、線が消えた。線が消えた。ね、麻生太郎さんね。うん。えー、ロスチャイルドですかね、はい。 麻生太郎さん、うん、と、えーうん、関係のある人はもうそういう、ねえー、そういうことです。はい、はい、はい、はい。はい、そのぐらいでね、はいえー、直球、もっとね、もっとありますけどね、はい、このくらいにしておきますね。はい、はいえー、で、チケットノルマってね、うん、ああ、そうそう、だから芸能界もっと、そうそうそう、芸能界もっとひどいのいっぱい、ここで何万から何十万って出てたんですね。何万から何十万って出てたんですよ。 何万から何十万、何十万ってね。何十万、百万はいかないのかな。うん。百万ね。うん。だからこれ昔の CD とね。うん。LP レコード。はい。えー、CD ね。CD ね。うん。CD になつとやりやすいですよね。うん。はい。えー、CD ね。うん。えー、ですからね。いろいろね。うん。あとは、あれですよ。うん。あの、ほら。うん。ね。あの、 元テレビディレクター、さっきチャンネルさん、全部見てくださいね。元テレビディレクター、さっきチャンネルさんね。うん。あとは、この枕ですよね。枕とかいろいろね。うん。クラシックも同じでしょ。うん。同じですよ、こんなのね。うん。人間がやることは全部同じ。うん。同じです。うん。クラシックだけ特別ってことはない。いろいろあるんですよ。うん。ああ、そう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 。それトップに出してあります、私。トップに出してもらって、ページにね。うん、あそうそう、なんだっけな。 あのー、性、性被害に遭ったっていうね。<laughs> それ、記事ね。あ <laughs> るに決まってますよ。うん、だから、このね、うん、三角、音楽界のね、三角ピラミッドの頂点の方ね、これ何にもない人いないでしょ。うん、はっきり言って売れててね、売れててね。うん、あのーうん、うん。あの、吹奏楽の先生とかそういうのはないと思いますよ。何にもないと思いますよ。<laughs> あの、はい。 著名な方ですね。あの、うん、日本で有名な方。うん、ええーね、ね、うん。それ何にもないわけないんですよ。ね。うん、あるんですよ。<laughs> あるんですよ。同じだよ。同じ。だから元テレビディレクター、さっきチャンネルさんね。はい。見てくださいね。はい。はい。他にもね。で、それ見るとまたいろいろまたいろいろ出てきますからね。いろんなチャンネルがね。<laughs> <laughs> であとツイッターを見てくださいね。はい。これがね、直球勝負でね。はい。えー、あとはね、えー、NHK ね。悪名高き NHK ね。NHK がついてるものはね。もう本当にね。うん。NHK だけじゃないと思いますけどね。はい。はい。それもいっぱいね。うん。はい、NHK はね、いつも話題ですね。はい。いろいろね。この、この私のメインチャンネルのトップにもね、NHK になっちゃってますからね。はい。はい。どうもすいません。失礼します。はい。